はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ランキン堂です。はい、久しぶりの、ライブ配信ということで、5月の下旬以来。そうですね。6月がね、僕のちょっと録音で、こちら使っていたので、7月の今頃というのが、ちょうどいいかなということで、なんと、通算25回目の記念会がやっと来ましたね。4分の1ですよ、目標の。あ、目標100だったんですか。目標100回。あ、それ知らなかったですね。何どうなるんだろう。2年でちょうど25回ぐらい行ってますから。大変だ。頑張りましょう。還暦越えですね。私はまだまだですよ。アラカンですよ。もう年寄りで、ね。25回目。ということで、はいね、何か、自分たちのなんか乗りやすい曲をやろうかなとか思いまして。そうですね。そしたら本当にいつも何か記念あるたび、ね、に竹道があったんですけど、今回はもうそれやめてピアソラをちょっとね、暑い時に情熱的な歌いましやってしまうという、はい、まあ、全部ピアソラっていうのもね、なかなかまだ、レパートリーが、はい、まあ、長い曲をやっちゃえばそれ終わっちゃうんだけど、それもね、あれですので、で後半はもうぶっ通しのピアソラ、ぶっ通しですね、はい、行きましょう。まあ、情熱がどこまで、あれもまあほとんど同じような曲でね、実は割とね、やっぱりこうね、聴いてたらもしかして飽きちゃう、そんなことかも。いや、まあ、そうかもしれない。でもピアソラの好きな方はね、本当にたまらないプログラムかと。あれですよ、タイ料理なんかと一緒でね、ちょっとやっぱり日本人向けに、なんていうの、まろやかにした方がやっぱり、まろやかに、僕らタイ料理好きなんですけど、はいはい、本場のえぐいのはやっぱりダメですね。あ、そうですか。ちょっとお醤油垂らすとか、そういう感じで、うん、あのなんていうの、あのみかんの葉っぱみたいな丸ごとドーンって入って、でこの引っかかるようなね、ああいうタイ料理はちょっとやっぱり細かく切るなり取ってくれる。あれは取って食べるもんですよ。混ざってるもん、いつも。だってあのバジル買っても丸ごとでしょ。もうバジルは美味しいですよ。あ、そう、ね、なんかもう、はい、どぎついなというのは、まあ、ああいうのがもう少し洗練された、はい、そういうふうなピアソラ、はい、ちょっとまろやかなね、はい、そうですね、日本人の口になったピアソラ、どうでしょう、うん、やっぱりシンプルですね、はい、フルートとギターで、はい、まあ、その、はい、ピアソラを、やろうということで、はい、第25回記念、スペシャル回、はい、これは音楽室より、うん、この7月24日、はい、午後4時、はい、配信スタート、会場の方も、やっております。ぜひともこれ、ご予約いただけましたら、はい、大丈夫ですの で, で, す、ね、でチケットの方、普通の配信チケットはいつもの通りパスマーケットの方で販売しております、うん、ホームページの方からもアクセスできますし、Facebook など SNS のリンク先から辿っていただいても構いませんので、ぜひとも我々がやっている活動、ハイブリッド配信プラス生ライブというのを、応援していただけたらと思います。それでは、1週間後にお会いしましょう、はい。